はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、中学2年生の国語の教科書からね、言葉の力っていうね、論説文を読んでみましょう。この人はね、美しい言葉とか正しい言葉を喋るには、話すには、実はその人の持っている生き方とかね、行動とかね、頭の中で自分が普段考えているとか、全身で思っていること、言葉というのはそういうものが出るものなんだ。だから美しい言葉や正しい言葉を話すのは、自分のその生き方そのものが正しくなきゃいけないんだっていうようなことをね、言ってるような文章なんですけれど、どんな風にね持っていくかっていうとね、読んでみましょう。言葉の力、大岡誠。人はよく美しい言葉、正しい言葉について語る。しかし私たちが用いる言葉のどれをとってみても、単独にそれだけで美しいと決まっている言葉、正しいと決まっている言葉はない。ある人がある時発した言葉がどんなに美しかったとしても、別の人がそれを用いた時同じように美しいとは限らない。それは言葉というものの本質が口先だけのもの、語彙だけのものではなくて、それを発している人間全体の世界を否応なしに背負ってしまうところにあるからである。人間全体がささやかな言葉の一つ一つに反映してしまうからである。京都の佐賀に住む染色家志村福美さんの仕事場で話していた折、志村さんが何とも美しい桜色に染まった糸で織った着物を見せてくれた。そのピンクは淡いようでいて、しかも燃えるような強さを内に秘め、華やかでしかも深く落ち着いている色だった。その美しさは目と心を吸い込むように感じられた。この色は何から取り出したんですか？桜からです、と志村さんは答えた。素人その気安さで、私はすぐに桜の花びらを煮詰めて色を取り出したものだろうと思った。実際はこれは桜の皮から取り出した色なのだった。あの黒っぽいゴツゴツした桜の皮からこの美しいピンクの色が取れるのだという。志村さんは続けてこう教えてくれた。この桜色は一年中どの季節でも取れるわけではない。桜の花が咲く直前の頃、山の桜の皮をもらってきて染めると、こんな蒸気したような、絵も言われぬ色が取り出せるのだと。私はその話を聞いて体が一瞬揺らぐような不思議な感じに襲われた。春先、もう間もなく花となって咲き出ようとしている桜の木が、花びらだけでなく、木全体で懸命になって最上のピンクの色になろうとしている姿が、私の脳裏に揺らめいたからである。花びらのピンクは幹のピンクであり、樹皮のピンクであり、樹液のピンクであった。桜は全身で春のピンクに色づいていて、花びらはいわばそれらのピンクがほんの先端だけ姿を出したものに過ぎなかった。考えてみれば、これはまさにその通りで、木全体の一刻も休むことのない活動の精髄が、春という時節に桜の花びらという一つの現象になるに過ぎないのだった。しかし、我々の限られた視野の中では、桜の花びらに現れ出たピンクしか見えない。たまたま志村さんのような人が、それを樹木全身の色として見せてくれると、はっと驚く。このように見てくれば、これは言葉の世界での出来事と同じことではないかという気がする。言葉の一期一会は桜の花びら一枚一枚だと言っていい。一見したところ全然別の色をしている。が、しかし本当は全身でその花びらの色を生み出している大きな幹、それをその一期一会の花びらが背負っているだけなのである。そういうことを念頭に置きながら、言葉というものを考える必要があるのではなかろうか。そういう態度を持って言葉の中で生きていこうとするとき、
一語一語のささやかな言葉のささやかさそのものの大きな意味が実感されてくるのではなかろうか。美しい言葉、正しい言葉というものも、その時初めて私たちの身近なものになるだろう。言葉の力、大岡誠。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。